はい、こんにちは、ジミです。今回のテーマはですね、自分を受け入れるとは結局何、どうすれば良いのか知っておくべき方法はということでお話をします。自分を受け入れることが大事であるということはよく言われますね。自分のことをよく理解して、本当に注力すること、進むべき道を考えるために必要なプロセスだからです。これができていないと、無意味な不安ですとか、もしくは高揚感、そして現実離れした思考に囚われる可能性があります。まあ、俗に言う自分を見失う状態ですね。 先行きが不透明で不安を煽るような社会だからこそ自分を受け入れることが必須になってきますただ自分を受け入れるっていうのはですね随分抽象的な言葉です今回は自分を受け入れるとは結局何なのかということそこで考えるべきことを中心に解説していきますこのような流れで進めていきますはい早速1つ目ですね自我の芽生えや中二病の延長線という話です自分を受け入れるということは客観的に自分の立ち位置を認識して納得することなんですね 実はまあこれ意識せずとも誰かに強制されずとも誰もが自然にできるようになります人はまあ自家が芽生えてからですね世界にあるさまざまな事象と自分を結びつけて考え始めますけども年齢を重ねるごとに自分の立ち位置も認識できるようになります自分は見た目がいいのかとかですね運動神経がいいのか絵が上手なのか笑いのセンスがあるのかどうかそしてそういったものを他者と比較しながら自分を位置づけることができるようになっていくということですよねいつまでたっても自分はプロ野球選手になるんだというふうに言えるのは 野球が上手な人だけですね無理なく卑下することもなくですね、えー、冷静に自分はスポーツで勝負していく人間ではない、えー、もしくはアイドルというタイプではないとかですねそういったことに気づいて納得していくわけですただ、えー、この認識っていうのは完璧なものではなくて、えー、非常に大雑把な立ち位置の認識にとどまりますもちろん正しくないということもあるでしょう まあ、中二病のようにですね根拠はないものの自分は特別な存在であるかのような思いを持つことそしてそれを持ち続けたまま大人になっていく部分も大いにあるでしょう。そのため次の人生のステージではもっと現実的に自分を受け入れることを続けていく必要があるということですね。 はい、次の項目に行きます、えー。ダメでいいじゃないか。ダメな部分を受け入れるという話になります。えー、社会に出てからもですね、自分の立ち位置がどっかふわふわした人っていうのも少なくないですね。えー、まあ本当に少なくありません。例えばですね、いつまでたっても自分は成功するに値する人間で、えー、特別な存在であるという認識だけは持っているというケースですね。 ところが、まあ具体的な計画を持っていなくて、リスクも犯さないまま、とにかく成功してお金持ちになるのだ、周りから一目置かれる存在になるのだという、そういった意識だけを持ち続けている高学歴社会人というのは意外と多くいます。何を隠そう私もですね、そんな人間の一人だったというふうに振り返って思います。 勝負できるだけのスキルですとか力がないことを受け入れられない自分もいれば、えー、何も挑戦しないまま終わっていくことを受け入れられない自分もいるそして何より今のふわふわした状態の自分も受け入れたくないと結果、えー、無双化のような思想をしてしまって現実逃避に走ったりするものなんですね。ひどいいいいいい場合っていううののののは自分が理想の状態ににいになないを、えー、社会ですとか他者せせるということこもなりかねません まずは自分のできないこと苦手なことダメな部分ていうのをしっかりと認識することが必要ですね、えー、こんなはずではない自分はもっとできなければならないとかですね、えー、そうでなければ自分ではないというふうな思いもですね出てくることでしょう、まあ、このような思いに対してどう対処していくかが、まあ、自分を受け入れる時の限りになりますここで持つべき思考が、えー、ダメでもいいじゃないかっていうことなんですね こんなはずではないというふうに思えるようなことを、まずはですね、ダメでもいいじゃないかというふうに思ってみることです。研究が思うように進まなくて、評価されなくても、そして営業成績でトップを取れなくても、昇進できなくても、まあいいじゃないかというふうに思うことですね。まずは思うことです 自分はできるはずだ。優れた人間のはずだというですね、こういった抽象的で脅迫観念のような意識にです、ね、根拠っていうのは実はありません。根拠はないんですから否定するのも実はですね、難しくないんですね。今まで根拠のない脅迫観念にとらわれていたということに気づけば、ダメでもいいという考え方は意外とすんなり入ってくるというふうに思います。 それが自分の今の今状態を認識する第一歩になりますいろいろな現実に気づいていけばいいんですね。例えば、えー、自分にはこの分野の経験や知識が圧倒的に足りないということを認識してもいいでしょうし、えー、人心昇学術のようなですね、コミュニケーションスキルは自分は持ち合わせていないことを認識するのもいいでしょう。えー、政治に分析したり管理する能力はあの人にはかなわないなとかですね、人を引きつけるカリスマ性は今の自分にはないとか、このようなことを素直に認識できれば、自分に足りないこと、その中で絶対に補充 するべきことそして人の助けを得ながらやるべきことなどがですね、えー、整理しやすくなるんじゃないかというふうに思います自分には何もないできない自信がないっていうのも困りますけども根拠もなく自分はどこか特別なはずだという自信だけでも困るということですね はい、えー、次に行きます。自分の持っているる特徴長所を認識するという話ですね。えー、当然ながら、えー「ダメでいいじゃないか」だけで終わってしまうと無気力になりかねません、えー。自分を卑下して投げやりになってですね「いいんですよ私なんてどうせね」えー「全部食うですよ色即ぜくもう何もしません」みたいな「よ、え、す、ー、手人のような発言を繰り返すようになるのも避けたいところですね。 自分のダメなところをしっかりと認識すると同時に自分が今確かに持っている特徴ですとか長所を再認識することも必要です、えー、ダメでいいじゃないかといった思想で、えー、脅迫観念を振り落としていればですね今自分にあるものも見えやすくなっているはずです、えー、卑下することなく投げやりになることもなく冷静に自分が今持っているスキル強み情熱あるいはま特徴なんかを考えます 結局人間ですね自分が今持っている自分自身の力で勝負していくしかないわけですねある分野に対して少しばかりのスキルとあふれんばかりの情熱があればですねそれを生かして今できることっていうのは必ずあります職場で人に勝るようなですね知識はないものの部下に好かれる自分がいるのであればそれを軸に最強の上司像をですね磨いていくことができると思います この当たり前のことに気づかずにふわふわといつかは自分もこうなりたい良くなりたいそしてお金持ちになりたいというふうに考えるためこの実現するためのプロセスがですね途切れてしまうんだというふうに思います子どもの頃はもう少し大きくなったらこんなことができるだろうというふうに胸を膨らませますで中学生ぐらいになれば自分が高校生もしくは大学生になったらきっとこんなことをやろうこんなことができるはずだ変われるはずだというふうに思う 大学生になればですね、社会人になったらやろう、できるようになるだろうというふうに思う。社会人になったらですね、経験とスキルを積んでから本当の挑戦をしようというふうに思い直す。そして中堅どころになったら、住宅ローンがある、子供が生まれたばかりだからというふうに言い訳をし始める。で、中年になったら自分はもう勝負する年齢ではないというふうにして諦める。 今の自分にできることで勝負することを考えずにですね先延ばしにしていくと結局何もできずに終わるという典型的なパターンですね今ないものを将来に当て込むよりも今ある限られた自分の資源をどこにどうつぎ込むかそれを今真剣に考えることが今の自分を受け入れるというプロセスそのものになりますということで次に行きます自分の正直な価値を知るということですね今の自分の持っているスキルそしてダメな部分を考えるにあたって当然過去の自分と向き合うことにもなると思います あの時こんな判断をしてこんな行動をしてきた。それらの決断の結果として今の自分があるわけですから当然の思考だと思います。冷静に過去の自分のした判断と、そしてその結果として今自分が持っている特徴を考えればですね、自分の価値観がより見えやすくなるというふうに思います。ケインズはですね、人の価値観について次のようなことを考えていました。 人の価値観思想の根幹部っていうのは若い時ほとんどはですね20代の早い段階までに完成してしまう最新のですねいかなる研究ですとか思想を持ってしても動かせるものではないとそれほど多感な時期にですね経験したこと考えたことっていうのは強烈であるということになります今の能力にどんな思想を持っているのかその組み合わせの結果が唯一無二の今の自分なわけですね ここまでくれば、自分が何をしていくべきなのか、どう生きていくべきか、よりはっきりと考えやすくなります。自分を受け入れていくことでたどり着くのが、結局は自己認識であって、これがスタート地点ではないかというふうに思います。なお、その自己認識はですね、時とともに変わっていって叱るべきなんですね。むしろ変わっていくべきものです。だからこそ定期的に振り返ってですね、自分の立ち位置や進むべき方向性を見直す必要があるということですね。ずっと一定である必要はありません。ということでした。 はい、内容は以上になります。最後に少しまとめますと自分を受け入れるということについてですね意義と方法を示してきました。 えー、少年期の多感な時期になんとなく考えてきた自分という人間像がありますね、えー、社会に出れば、えー、現実と理想の間のギャップですとか、えー、こんなはずではないというふうに思うことも出てくるでしょうまずはダメな自分を否定しないことですね、えー、ダメでもいいではないかという意識が必要ですこの意識を持つことで、えー、根拠のない理想像や脅迫観念を取り除きますそして、えー、冷静に自分が今持っているですねスペック能力を考えるわけですね 強みとまでは言わなくても特徴でも大事にしている部分でも結構です。今自分にある能力、資源を見つめ直すということです。その過程で考えるであろうことが過去の自分がしてきた判断の積み重ねだと思いますけどもそれが自分の価値観そのものなんですね。価値観とスペック。 これを組み合わせたのが今の自分であって、自分を受け入れたプロセスの先に自己認識が待っています。そこにたどり着くことで、自分のやるべきこと、生き方などで,ですね、現実的に、しかも自分の価値観に沿った形で構築することができるようになるということだと思います。以上です。今回はですね、この辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。